健康オタクシリーズ。このシリーズでは栄養素や食品の知識に詳しくなって普段の食生活から健康になっていくことを目指すシリーズです。突然ですが、皆さんはちゃんと食物繊維摂っていますか？ランチでミニサラダを食べたから自分は大丈夫などと思ってしまってはいませんか？実は現代人のほとんどは慢性的な食物繊維不足です。食物繊維はその摂取がなかなか難しいことからもおろそかにされがちな栄養素の一つですが、これから解説をしていくようにそのメリットは非常に大きく、積極的に摂っていくことに越したことはありません。今日の動画ではそんな食物繊維について、その役割から効果的な摂り方、そして不足した場合どうなってしまうのかというお話をしていきます。ぜひ最後までお楽しみください。食物繊維とは、その役割について。食物繊維とは人の消化酵素で消化されない食べ物中の難消化性成分の総体と定義されますが、その役割を一言で言うならば、それは腸の清掃係と呼べます。以前は消化もされずエネルギーにも変わらないため食べ物のカスとみなされ重要視されてきていませんでしたが、食物繊維が持つ重要な働きが明らかになるにつれて、五大栄養素に次ぐ第6の栄養素とみなされることも多くなっています。すでに述べた通り、食物繊維は消化しづらいため三大栄養素である糖質、タンパク質、脂質のようにはエネルギーに変わることはなく、分解されないまま腸へと送られます。そうして腸へと送られた食物繊維は水分を吸収して膨張することで便の体積を大きく、そして柔らかくしていきます。エネルギーに変わらないから意味がないのではなく、逆に分解されないまま腸まで送られるからこそ意味があるのが食物繊維です。そんな食物繊維には実は2種類あり、それは水溶性食物繊維と不溶性食物繊維です。水溶性食物繊維は読んで字のごとく水に溶ける食物繊維であり、不溶性食物繊維は逆に水に溶けない食物繊維です。水溶性食物繊維はネバネバ、ヌルヌルとした粘性と水分保持力が強いのが特徴です。腸に溜まったゴミは発酵して毒素を噴出しますが、水溶性食物繊維がそのネバネバでそのゴミを包み込んで外に排出してくれます。また食べ物に水溶性食物繊維が含まれていると、消化された食べ物が腸を通過するスピードが遅くなるため、糖質の消化吸収速度も遅くなり、急な血糖値の上昇を抑えてくれます。また悪玉コレステロールなどの余分な脂質も吸収して排出するだけではなく、腸内の粘膜を守って善玉菌を増やす効果も持っています。そして不溶性食物繊維の方は水に溶けにくいため、胃や腸で水分を吸収してどんどん膨張します。そうして膨張した不溶性食物繊維は腸を刺激して便通を促してくれます。このように食物繊維には異なる種類がありますが、いずれにも共通するのは乳酸菌やビフィズス菌といった体に良い作用をもたらす腸内細菌の餌になるということです。私たちの健康における腸内細菌の重要性についてはこちらの動画で解説をしておりますが、食物繊維を日頃から積極的に摂っていき、腸内細菌を健康に育てていくという視点が大切です。水溶性食物繊維と不溶性食物繊維は食材の中に一緒になって含まれているのですが、水溶性食物繊維を摂りやすい食品としては昆布、わかめ、こんにゃく、果物、里芋、大麦、大津麦などがあり、不溶性食物繊維を摂りやすい食品としては穀物、豆類、きのこ、ごぼうなどです。そんな食物繊維の摂取量目安について、厚生労働省が出している日本人の食事摂取基準によると、成人女性で 18g、 成人男性で 20g 以上と定められています。しかし現状は1日 10g 前後程度の摂取量が平均で、ほとんどの人が食物繊維不足であると言えます。ランチでサラダセットを頼んだから大丈夫というレベルの話ではなく、納豆にごぼうに海藻、アボカド、キノコ、大麦、大津麦といったように食物繊維が豊富に含まれている食品を日々の献立の中に積極的に取り入れていかなくてはいけません。食物繊維が不足するとどうなるのか。さて、現代人のほとんどが慢性的な食物繊維不足であるとは言いましたが、現実問題として食物繊維が不足しているとどのような弊害が生じるのでしょうか。まず言えることは、食物繊維が足りないと便の量が少なくなるので便秘になりやすくなります。それはつまりゴミを腸の中に溜めたまま放置することになるので、悪玉菌が増え体にとって有害な物質を作り出します。また腸内細菌にとっての餌である食物繊維が足りないことは腸内環境を悪化させることにつながり、肌荒れや免疫力の低下につながります。
他にも食物繊維は満腹感ももたらしてくれるため、食物繊維のない食事は食べ過ぎにつながりやすく、肥満の原因になります。また、食物繊維がない場合、糖質の吸収を遅らせるものがないため、血糖値の乱高下が激しくなり、食後の眠気やだるさの原因にもなります。このように、食物繊維は体を動かすエネルギーとはならないため、おろそかにされがちですが、食物繊維が果たす役割というのは、決して無視できるものではなく、むしろ必要不可欠なものであると言えます。食物繊維の上手な摂り方。それでは最後に、食物繊維を効果的に摂取していくためのアドバイスをいくつかしていきます。まず、以前糖質の解説動画でも触れた通り、炭水化物とは糖質と食物繊維が合わさったものです。そのため、お米やパンなどの炭水化物から食物繊維は摂取できますが、白米や精白小麦粉、パスタ、クッキー、クラッカー、シリアルまで、精製加工されている炭水化物にはもうほとんど食物繊維は残されていません。そのため、食物繊維の摂取のことも考えるならば、普段の食生活に組み込む炭水化物は、なるべく精製されていない食材を用いると良いでしょう。また、食物繊維は水溶性と不溶性とを合わせて摂取することで、その効果を倍増させます。イメージとしては、不溶性の食物繊維が腸内にバリケードを築き、そこに水溶性の食物繊維がゼリー状にくっつくことで理想の状態に至ります。そのため、サプリメントなどで食物繊維を摂ることは可能ではありますが、大抵のサプリは水溶性か不溶性かのどちらか一方になっているため、やはり理想としてはサプリからよりも食品から水溶性、不溶性の食物繊維を一緒に摂ることが好ましいと言えます。また、果物にも食物繊維は含まれていますが、市販の野菜ジュースやフルーツジュースというのは、ほぼその食物繊維の部分が取り除かれてしまっています。また、スムージーなどを作るためにミキサーにかける場合も、ミキサーの刃によって不溶性の食物繊維の部分をコッパみじんに破壊してしまいます。水溶性の食物繊維はそれでも取れますが、先ほど述べた通り、食物繊維は水溶性、不溶性の両方があって効果的になるため、やはり果物もジュースにするのではなく、素材のまま食べるのが最も好ましいと言えます。最後に、比較的食物繊維が豊富に含まれている食品と、その含有量についてです。大豆には1人分 50g あたり 9g、ただしほとんど不溶性。アボカドには1人分 100g あたり 5.6g、そのうち水溶性 1.7g、不溶性 3.6g。納豆には1人分 50g あたり 3.4g、そのうち水溶性 1.2g、不溶性 2.2g。ごぼうには1人分 40g あたり 2.3g、そのうち水溶性 0.9g、不溶性 1.4g。オートミールには1人分 50g あたり 4.7g、水溶性 1.6g、不溶性 3.1g 含まれています。これらは比較的豊富に含まれている食品たちなわけですが、それだけでも1日の摂取目標の約 20g を達成するのはギリギリのラインなので、日頃から特に意識して食物繊維を摂っていくことも考えていないと、どうしても不足してしまうことがわかります。以上いかがでしたか？今日の動画では、糖質、タンパク質、脂質、ビタミン、ミネラルに次ぐ第6栄養素と呼ばれることもある食物繊維について解説をしてきました。食物繊維はその重要性とは逆に、現代の食生活の中では摂取しづらくなってしまっている栄養素です。人間の主要なエネルギー源でもある炭水化物は、先ほども述べた通り、加工される過程で食物繊維部分が取り除かれてしまっているため、なるべく白米よりは玄米を、パンよりは全粒粉パンを、フレーク系のシリアルよりはオートミールなどを意識して食べていくことでエネルギー源にもなるし食物繊維も取れるしで一石二鳥です。食物繊維を積極的に摂っていくことで腸内環境は整い、食べ過ぎも防げ、食後の血糖値の上昇は穏やかになります。いいことづくめですので、ぜひ今日から毎回の食事の中に食物繊維がちゃんと含まれているかどうかをチェックするようにしましょう。この動画の内容が何か一つでもあなたのお役に立てておりましたら幸いです。このチャンネルでは、心、技、体、知という4つの側面から個人の能力を高め、その人が社会の中で楽しく、元気に、自分らしく過ごせるようになることを目指しています。また、こちらの動画では、12ジャンルにわたる悩みについて、その解決策となり得るおすすめの動画と見る順番等を3つずつ紹介しております。過去の動画で一体どれを見たらいいかわからないという方は、ぜひご覧ください。ちなみに、これまでの動画をメンタル、健康、仕事術、その他特集シリーズというように、役立つ知識やハウツーを再生リストにしてまとめておりますので、気
気になるジャンルがございましたら、ぜひ他の動画もご覧ください。最後までご視聴ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。